トレーシー・ウィルソンは、カナダのケベック州ラシーン出身の女性フィギュアスケート選手。1988年、カルガリーオリンピックアイスダンス銅メダリスト。パートナーは、ロバート・マッコール。1982年から1988年まで、カナダフィギュアスケート選手権7度の優勝。1984年、サラエボオリンピックに出場し8位。 1988年、地元開催のカルガリーオリンピックで銅メダルを獲得。直後の世界フィギュアスケート選手権後にアマチュアを引退し、プロに転向。同年、カナダ軍賞受賞。1991年11月、パートナーであったロバート・マッコールがエイズにより死去したためプロを引退。1992年より、 アメリカの CBS や TNT などのフィギュアスケート解説者として活動している。CBC でのカート・ブラウニングとのコンビによる解説はおなじみとなっている。2006年よりブライアン・オーサーと共にトロントのクリケットクラブにてコーチとして指導に当たっている。担当した選手にハニュー・ユズル、ハビエル・フェルナンデス、エリザベート・トゥル・シンバイはソニア・ラフエンテ、ル・ボー・フィール・シェチキナ。 ディラン・モスコビッチ、ナム、グエンなどがいる。ありがとうございます。